はい、今回はヒルトングランドバケーションズ2日目の結果について語っていきたいと思います。畑岡奈紗選手が順位上昇で活躍をしています。まずは畑岡奈紗選手についてですが、68の4アンダー、通算5アンダーで5位となっています。2番ホールパー5では3打目をベタピンにつけてバーディーが先行します。ただ3番ホールではボギーが出てしまいました。5番ホールでは難しいスライスラインを読み切ってバーディー。6番ホールパー3ではティーショットがピンに絡み、パットはカップの縁ギリギリからのカップインとなりバーディー。8番ホールでも5番ホール同様、難しいスライスラインを読み切ってバーディー。前半は3アンダーの33で折り返していきます。後半、10番ホールでは2打目でグリーンを捉え、ロングパットを沈めてバーディー。11番ホールパー5では3打目がピンに絡んで軽いフックラインのパットを決めてバーディー。14番ホールではティーショットにミスが出てしまい、レッドペナルティエリアに入ってしまってボギーが出てしまいます。6バーディー、2ボギーという内容でした。プレイを振り返っては、バーディーが6つ取れて良いラウンドだった。3、4メートルのパットが昨日よりも決まっていた。とコメントをしており、3日目に向けてはトップと離されないよう伸ばしていきたい。と意気込みを語っていました。初日はなかなか噛み合わない場面が多かったですが、2日目は6バーディーと素晴らしいプレイを見せてくれました。トップはブルック・ヘンダーソンで11アンダーとなっているので、6打差になってしまいますが、まだ残り2日間あるのでスコアを伸ばしていってほしいですね。そして古江彩佳選手についてですが、70の2アンダー、通算3アンダーで9位となっています。2番ホールパー5では3打目をピンそばにつけてバーディー発進となりました。その後ずっとパーが続き、前半は1アンダーの35で折り返していきます。後半12番ホールではボギーが出てしまいます。15番ホールパー5では残り210ヤードほどを3ウッドで打ち、2オンに成功。カップから2メートルほどにつけ、パットをしっかり決めてイーグルが出ます。1イーグル1バーディー1ボギーという内容でした。プレイを振り返っては、落ち着いたラウンドができたがイーグルが取れてよかったとコメントをしており、3日目に向けてはショートゲームを練習しつつ楽しんで自分のゴルフができるよう頑張りたいと意気込みを語っていました。フェアウェイキープ率が 92%、 パーオン率が 88% と、さすが安定したショットが素晴らしいですね。トップとは8打差となっていますが、残り2日間でできるだけ追いついていってほしいです。そして笹生優花選手についてですが、73の1オーバー、通算1アンダーで16位となっています。2バーディー1ボギー1ダブルボギーという内容でした。初日に7位につけて好発進となったのですが、2日目はちょっとスコアを崩してしまい、順位が後退となっています。残り2日間で巻き返していってほしいです。はい、今回はヒルトングランドバケーションズ2日目の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。